京都地裁は炎や熱風の中で亡くなった被害者らの悲しみや苦痛は筆舌に尽くしがたい被害者らは在籍期間の長短はあるものの将来に希望を持って協和にで働いていた全く落ち度のない人たちだ多数の人が働いている時間帯にあえて第一スタジオを狙っているなど犯行の対応は極めて残虐で悪質だ犯行が露見しないように犯行前には人との関わりを避けたり 事前に道具を準備するなど計画的だ。犯行の直前に十数分間逡巡するなど、引き返すことができたにもかかわらず、大量殺人を犯すという強固な殺意のもと実行した。妄想性障害による影響はあったものの、心神喪失や耕弱まで認められない。公判定で初めて謝罪したが、被告人に真摯な態度は見られない。死刑を回避する事情はない、として、 死刑判決を言い渡しました。青葉被告への死刑判決を受け、京都アニメーションの八田英明社長がコメントを発表しました。法の定めるところに従い、しかるべき対応と判断をいただきました。長期にわたって重い責任とご負担を担っていただいた裁判員の方々、公正な捜査と関係者への行き届いた配慮に尽力いただきました検察。警察の皆様、 裁判官や書記官その他、裁判の実施に従事いただいたすべての皆様に敬意を表します。判決を経ても、無念さはいささかも変わりません。亡くなられた社員、被害に遭った社員、近しいし方々の無念を思うと、心が痛むばかりです。彼ら彼女らが精魂込めた作品を大切に、そして今後も作品を作り続けていくことが、 彼ら彼女たちの志をつないでいくものと念願し、社員一同、日々努力をしてまいりました。事件後、当社に加わった若コードも少なくありません。これからも働く人を大切に、個々のスタッフが才能を発揮できることを心がけ、可能な限り作品を作り続けていきたいと考えます。